この金額でこのアイテム使っていいの？この島村さんのフリフリルームインナーはもうゆったり着てもらう。このフリフリ感もすごく可愛い。お色味はブラウンとブラックの2種類。このブラの構造はめちゃくちゃいい。ブラ紐感がない。なるべくこうお肉を収肉させてしっかりこう上げて、こういったブラケミで柔らかいラインを作ってくれるのはいいんじゃないかなと思ってます。皆さんこんにちは、あやこです。今回はあの島村さんからグラマーサイズさん向けの商品が登場するということで、グラマーさん向けのブラキャミ、そしてグラマーさんだけじゃなくてルームブラやナイトブラとして使えるアイテムも登場しますので、アイテムの詳細はもちろんのこと、実際着てみた着用感とかサイズ感っていうのももう一挙にお伝えしていきますので、もう本当にこの金額でこのアイテム使っていいの？っていうぐらいリーズナブルで使い勝手のいいアイテムのご紹介になりますので、ぜひ皆さん動画最後まで見てください。今まで何百着と下着着てきましたし、いろんなレビュー動画上げてきたんですけれども、私としても今回はすごく動画作るの楽しみにしております。ということで早速ご紹介していきたいのが、まずは全女性向けにおすすめのポンフリフリルームインナーになります。フリフリー、こちらのフリフリルームインナーなんですけれども、まあもう本当に名前のごとくフリフリがついてて、とにかく可愛い。このデザインっていうのがブラと、あとはこのショーツですね、がここがフリフリしている。本当に可愛らしい。でも色味があんまりブリブリにならないので、年齢問わず使っていただきやすいんじゃないかなと思ってます。生地はこういったリブ素材になっております。ルームブラとかナイトブラって私もいろんなの着てきて、バストの形をしっかり保つタイプであったりとか、ゆったりするタイプ、いろいろパターンあるんですけれども、島村さんのこちらのアイテムに関してはゆったりこう楽ちんにこう心地よく着るようなブラになります。あのね、結構気持ちいいんですよ。なんか柔らかい感じが、優しさがあっていいなって思ってます。ブラの構造でいうと、内側はこんな感じでゆったりめの作りと、パッドは取り外し可能になっております。ショーツと裏側見せるとこんな感じなんですけど、ゴムがないのでこれめちゃくちゃ寝る時とか特にね、リンパの流れをこうキュッと止めたくもないので、なるべくこう鼠径部の締め付けっていうのは避けたいですし、あとはこう黒ずみとかの原因になるので、寝るときは本当にノーパンがいいぐらいなんですけど、さすがにそれはあれなので、あれなので、こういったゆったり系寝るときにもいいんじゃないかなと思います。着用したらこんな感じです。かわいい。今回私 ML、LL を実際試着してみて、私のサイズ感だと L サイズかなと思って L サイズを今着用しております。このね、大きめのパッドが入ってるので、こうちっちゃくてここがこうなっちゃうみたいなグラマーさんの方もいると思うんですけど、そういうのはないかなと思います。この乳輪部分からすっぽりこうカバーしてくれるパッドかなと思ってます。肩紐の部分はこんな感じなんですけど、ここの内側でフィットして、この外部分はもうひらひら、こんな感じになってます。全部で押さえてるってよりかはここの部分だけです。え、痛いんじゃないですかみたいなあると思うんですけど、その痛さっていうのはさほど感じず、一晩とか寝てみたんですけどさほど感じずっていうかところですね。私のバストサイズだとそこまで肩の負担っていうのは感じにくかったです。後ろもこんな感じでフリフリしてます。サイドはここにこうやってダーツっていうんですかね、縫製になってるんですけど、この辺はもう全部優しい作りなので、この辺とかは結構開放感っていう感じですね。サイズに関しては ML、LL の該当のブラジャーのサイズっていうのはあるんですけれども、私正直普段 H の65か70とか、まあ、ブランドさんによって合いつけたりっていうサイズ感の私でも着用はできました。私のサイズ感でいうと M は少しちっちゃかったです。この部分がちっちゃかった。 L はここのサイズ感っていうのはぴったりで、 L でもちょっとこのアンダー部分のゆったりさがあります。この島村さんのフリフリルームインナーはゆったり着てもらうタイプの下着になるので、アンダー部分もかなりゆったりめになってます。ポート力しっかり抑えます、支えますっていう感じではないので、これを着て1日遊びに行くというよりかは1日やっぱりゆったりリラックスして家で過ごす時とか、あとは寝る時、しっかりめのナイトブラ
はまだちょっと苦手だなとか、ナイトブラまだしたことないよっていう方は、こういったゆったり着れるルームインナーをナイトブラとして使うのをおすすめします。ショーツはもう本当にこのフリフリ感もすごく可愛いし、何よりも締め付けがないって思うぐらい本当に軽やかに着れるので、やっぱり特に寝るときにこの上下セットをおすすめしたいなと思います。下着って一番肌に近いので、そこが例えばサイズが合ってなかったりとか、あとはこう窮屈だったりとか、ちょっとでも不快感あるともうやっぱこうなんか気にしちゃうので、やっぱり特に寝るときっていうのはリラックスしてる状態が一番いいと思いますので、こういったルームインナーを使いながら快適なおうちライフ、おうちタイムを過ごしていただけたらなと思います。お色味はブラウンとブラックの2種類になってます。ブラック着たらこんな感じです。デザイン一緒なんですけど、色味買うだけでちょっとこうブラックはなんかまたちょっと違う雰囲気かなと思います。黒もブラウンも使いやすい色味なので、あと抵抗がないというか、皆さん使っていただきやすいんじゃないかなと思います。そして皆さんが気になるこちらのフリフリルームインナーのお値段、なんと990円プラス税、そしてショーツは390円プラス税っていうところで、私初め聞いた時にえって本当に言ってしまったぐらいなんですけれども、めちゃくちゃやっぱりリーズナブル。インナーウェアってこう中に着るので、一番こう皆さんがお金をかけにくかったりとか、他の洋服に比べるとちょっと劣化しても使い続けちゃう方多いんじゃないかな、まあ、そもそもまあどのタイミングで取り替えたらいいんだろうってわからない方もいるんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱり一番こう目につきにくいプラスお金をかけにくいところかなと、私日頃からバストケアのこととかも発信してるんですけれども、正しい状態にバストの位置を持ってきたりとか、垂れた状態に放っておくよりかは綺麗な形をなるべくキープしてあげるということは、すごくバストの形の崩れの防止になると私は信じて、日頃バストケアをしてますし、ブラジャーであったりとかルームブラ、ナイトブラ選んでます。それを聞いてもやっぱりこう、でも何千円するとな、なかなかなってこう足を第一歩踏み出しにくいと思うんですけれども、島村さんのこちらのブラのお値段だったら1回だけランチちょっと我慢すれば揃えれちゃうので、ぜひこうまだルームブラ、ナイトブラ使ったことがない、そういった専用のものを使ったことがないっていう方は、ぜひこの機会に始めてみてください。続いてはもうグラマーさんも絶対前にもめちゃくちゃ必見のアイテムになるんですけれども、こちらです。じゃーん、華奢に見せるキャミソールです。過去の動画いろいろ上げてきた中でよくコメントにあるのが、まず一つ、島村さんで買えるアイテム何かありませんか、グラマーさん向けのブラトップないですかっていうコメントとか DM とかでよくこう問い合わせをいただくんですけど、なかなか私も今までこうご紹介できなかったところ、なんとグラマーさん向けのこういったキャミソールが出るっていうことで、もうこれを早く伝えたいと思って今日は動画も撮るの楽しみにしてました。こう紹介するにあたって着てみて一日過ごしてみてっていうことをするんですけど、正直グラマーさんってブラジャーをつけずに外出一日するってことは私の中ではあんま考えられなかったんですけど、その日、まあ、半日午前は家で仕事だったので、まずじゃあ家の中だけはこれ着とこうと思って着たんですよ。外出して帰ってきた時にこれ着替えの忘れてて、ずっとこれ着てたんですね。あれ？ブラジャー着てなかったっていうのが帰ってきて気づいて、それぐらい着やすかったです。名前の通りなんですけど、キャシャ見せするっていうようなキャミソールになっております。私もいろんなこう見てきたので、なるほどなと思ったんですけど、内側は こんな感じになってます。よくあるパリッとしたカップじゃなくて4枚はぎ、胸を潰すっていうよりかはこういった4枚はぎのカップで優しくこう覆って整える、抑えるっていう形になります。でも抑えるって言ってもさらし的なこう締め付けるっていう感じはなかったです。アンダーテープの部分はちょっと
ふわふわな生地なんですけど、そんな分厚くないじゃないですか。これでちょっと刺されるのかなと思ったんですけど、バストのボリュームを面で抑える部分が多いので、結構そこでフィット感があって安心して1日着れたかなと思います。ノンワイヤーっていうところで締め付け苦しくなかったりっていうところもポイントですし、ちょっと面白いのがこのベルトなんですけど、グラマーさんのブラとかってやっぱ太めが多いし、どう考えてもボリュームが大きい方、多い方ってそれは支えた方がいいよねってなって、太めのベルトを私も選びがちだったりとか、まあそういうブラジャーが多いなと思うんですけど、この1本だと華奢なんですよね。こんな感じで裏側から2つに分かれてるんですけど、細いベルトだけれども2本つけることによってこうちょっと分散させて肩への負担を減らしてくれてるんじゃないかなっていうのがありました。この2本何がいいかっていうと、ブラ紐感がない、ここがめっちゃ分厚かったらブラっぽい感じが出るんですけど、そこがないのがすごくいいなと思ってます。生地はさっきのフリフリルームインナーと同じ素材ですね。リブ素材の柔らかい感じになっております。ブラキャミ着用したらこんな感じです。私は LL サイズを着用しております。率直なレビューを言うと、このブラの構造はめちゃくちゃいいです。よくあるワイヤーとか太めのアンダーベルトがあるとサポート力もちろん増すので、しっかりまあ支えてくれるんだろうなっていうのは分かるんですけど、今回この島村さんのキャミに関してはそれがないんですけども、着て分かったのがここかな、ポイントがっていうところですね。ここでめっちゃ潰すっていうよりも、ここでこうピトッとする感覚っていうのを一番感じてます。どっちかって言ったらツンと上向きのバストっていうよりかは、柔らかいなだらかなバストラインを作ってくれてるんじゃないかなと思っております。そう、結構ここの部分はゆったりな感じですね。肩紐に関しては調節が可能になります。着用して肩紐調節する時に思ったんですけど、そもそもここの調節しなくても、ここのなんかねフィット感っていうのは結構強め、しっかりしてる。一応ねここがね下がっちゃうとバストトップ下がっちゃうので、なるべくこうお肉を収肉させてしっかりこう上げて、上がったサイズ感で調整、今ちょっとまだ緩いかな、してもらえるとよりこうピトッとするかなと思います。お色味が2種類使いなので、結構インナーとしてはめちゃくちゃやっぱ使いやすいってところで、 V とかデコルテがちょっと空いているようなトップスとの相性はすごくいいと思います。谷間ラインが若干見えるので、人によってはにはなるんですけれども、夏場とかだったらここにちょっと軽くシャツ羽織るとか、そういったコーデも可愛いんじゃないかなと思ってます。サイズ展開が MLLL3L、 今回私はL 着用してみたんですよ。 L を着用するとちょっとここのカバー力っていうのが足りなかったので LL にしました。で、もともとこのお腹の部分ゆったりめなるので、こうウエスト周りで言うと、まあちょっとバストとウエストをね全部ぴったりするの難しいと思うんですけれども、ウエスト周りで言うと L の方がいいかなと思ったんですけど、やっぱ一番ここのねバストっていうとこ気になるので、私は LL サイズが一番いいなと思って今 LL サイズを着用しております。お洋服着た感じのシルエットですね、ちょっと見比べでお見せするとこんな感じです。やっぱバストシルエットがこう中のインナーってだけで変わるかなっていうのと、もちろんブラジャーって一番こうバストのシルエットをこう形取りやすいというか、シルエットメイクしやすいんですけど、こういったブラケミで柔らかいラインを作ってくれるのはいいんじゃないかなと思ってます。カップもパリッとしてない、ワイヤーもない、アンダーベルトも太くないっていうと絶対下がるじゃんとか思うんですけど、こう広い4枚剥ぎの面がしっかり合ってて、さっき言ったここがフィットしてるので、あのねめちゃくちゃ下がってる感覚はないです。手でこう押さえてもらったら分かると思うんですけど、ここでこうバストをこうフィットしてサポートしてくれる感じですね、うん、多分今この状態とこのここにあると少し感覚変わると思うんですけど、ちょっとその感覚に近いんじゃないかなと思ってます。こちらのブラキャミお値段がなんと1290円プラス税というところで、もう本当にお安いのでちょっといいんですかこの値段でって思っちゃうんですけれども、すごくこうリーズナブルですし取り入れていただきやすいんじゃないかなと思ってます。
ということで、フリフリルームインナーとキャサに見せるキャミソールのご紹介をさせていただきました。これからちょっとすごい重要なこと言うんですけれども、これらのアイテムなんですけれども、まだ発売しておりません。11月15日午後5時からオンラインストアにて受注開始となります。実際に手に取っていただけるのは2024年の2月下旬以降になるんですけれども、島村さんのこれらのアイテムをとても可愛いですし、こう使い勝手もいいので、11月15日受注販売開始したらぜひ予約してください。今後この商品の実際の販売日であったりとか、詳細に関しては島村さんの公式ツイッターであったりとか、ホームページや SNS チェックをしてみてください。今回は島村さんの新作のアイテムのご紹介をさせていただきました。もう本当にこういった商品を実際に初めにこう担当している方からこうお話を伺って、あ、こういうとこいいんだなとかっていうのをね、試せるだけでも私すごく嬉しいんですけれども、またその良さをこうやって皆様にお届けできるっていうのもすごく嬉しいなと思ってます。動画が参考になった方、そしてこういうとこってどうなんですか、実際着てみた感想とか、もっとちょっと私具体的にこういうとこ知りたいですってある方は YouTube のコメントでですね、その旨ご記入ください。もしちょっとなんかあんまりこう聞きにくいなっていうことに関しては、 Instagram の DM でも質問等受け付けてますので、島村さんのアイテムこれ気になりますっていうところをお知らせいただければなと思います。ということで、以上あやこでした。バイバーイ。